こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は8月2日金曜日です。大洲市は今日花火大会、川祭り花火大会になっております。まずは本町の夜市から見学してみたいと思います。では行ってきます。後ろが使えとるけん、はい、お世話になります。顆粒醸造、すみません。今日は、ありがとうございます。はい、はい。QEIP は初めてになります。評判のね。西村智也さんと、はい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 。スポナで協力して、はい、農林課の、ね、方々です、ね、はい、協力いただいて。はい、はい。初めて。はい、どうぞ。動画撮るよりも。撮ってます。撮ってます。PR して。じゃあ一ついただきましょう。あ、何これ。どうぞどうぞ。あ、これね。ありがとうございます。うちはごめんなの。うまい。はい、ありがとう。ここ下置いてもらったら、はい、ありがとうございます。これで、はい、ホイッピーいただきます。じゃあ女性同士が同時に手上がったら若い方正解です。じゃあ若い女性同士が同時に手上がったら消えなおと思うでしょう。ところが私の好みです。それからですね、マルネ屋さんが喜ぶ三種の神器というのがございます。何か分かります？カレーの具材の三種の神器は人参、じゃがいも、玉ねぎ。天皇陛下が即位するときには勾玉、刀剣、銅で作った鏡、バナナの、ほら見て、おいしいケーキ、8が9、バナナのたた、バナナ屋さんが喜ぶ三種の神器、これだけ聞いて帰ってください。いいですか？拍手、うん、それから握手、握手じゃない、挙手でね。それから一番大事なキャッシュ、わかりましたか？拍手、それから挙手、タイマスという表現、それからキャッシュ、一番大事なキャッシュですね。はい、では門司港に伝わりますバナちゃん節から始めたいと思います。どうぞ。私も初心者でございます。さあ、それでいきましょう。春よ三月春雨に、
弥生の空に桜散る欧州全体だってこうがなぜにバナちゃんに惚れなんだバナちゃんの因縁聞かそうか生まれは台湾台中の有山麓の片田舎国差が注意じゃないけれど一房二房もぎ取られと丸かごにと詰められて肩ごと沖車に揺られて着いたところは黄色ん港黄色ん港を船でして金波銀波の波を越え関南新区の暁に着いたところは文字港ということで文字のバナナの叩きということになっております。それでは会長よろしく、はい、それでは始めたいと思います。伊勢は津で持つ津は伊勢で持つ終わり名古屋は城で持つ城の周りには堀があり堀の中には蓮の花蓮にはいろんな穴があり皆さん花ゆえ苦労する私はバナナで一苦労さあこういうバナナの3キロぐらいあるよこれバナナは本数じゃないよ目方やけんね重さ3キロぐらいあるさあこういうバナナの1200円さあこれ中途するとこじゃないとあのねこれ高いとかもう一声とかいろいろ声かけんと安ならんとはい1200円はい1100円1100円あのね100円下がりよけねあと10回言うたらねタダになると思って3人ぐらいあるねタダにはなりませんよこれフリーピンカーやっていくとよし負けましょう900お900900ないか900900ございませんかはい一声泣いては旅から旅へ黒宮山のホトトギスはい850円ああ800円安もうちょっとあのねこれ希望小売価格大体800円なの一番最初のお客さんだけ負けましょう750はいありがとうございますどうぞほらか水車の大工さんだなにやでかいでかい今やめとこ袋に入りきらんね大きいあ1万円かな1万円はないどっか財布の隅々に探してないなんか、ね、はい色の白さに一段隠しまして年頃1万円かなってよちょっと待ってあの小田さんがはい色の白さに七段隠しまして年頃21四角四面の豆腐屋の娘色は白い髪臭い清水一家の暴れん坊大政小政の声がつる三度の飯より喧嘩が好きで森の一末固めにらむ若は死ななきゃ治らない隣の人が帰ってくれるって隣の人が帰ってくれるって了解ですはいこういうバナちゃんはい1000円1000円2回言ったけ2000円1000円900あともうちょっとあのねお客さんはね値段つけられんことになってるこれ私のバナナ私が値段つけて私が売るとはい1000円900まだまだもうちょっと高い高い高いって言うお前高いって言って高い高いいつまでたってもいいわ高い高いはお子様の肩車はい800はい、高いからはい、あ、違う、本当冗談はい、はい、ありがとうなんだかんだは桜田門、水戸の校門、青の門東大赤門、入るの難門あんなの関門は関門じゃはい、こういうバナナ、こんな大きい、これでかい3キロ超えはい、えな、手開けたら1000円や、これ値段言う前に手を挙げたけ1000円はい900お本当かあよし兄弟そこもう800やん800これでかい、はい、ありがとうそれもいいやろ800これ800
お、伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ、尾張名古屋は城で持つ、城の周りには堀があり、堀の中には蓮の花、蓮にはいろんな穴があり、皆さん年へ苦労する、私はバナナで一つ、これも大きい、はい、これ900、はい、ください、あ、こんにちは、ご苦労さんです、ご苦労さんです、とてもだ。いいよ。とてもだ。いいよ。これでした。これ。いけいけいけ。かまんね。とてもだ。ありがとうございます。かませんは今食べないけどね。これね。まだごめんね、はい、はい、オッケー、こんな感じじゃなかったのに、すごい、なんかこんな
はい、歩くよ。8月2日本町夜市の様子でした。肱川夕方大変美しいです。お城山も見えております。花火これから上がります。花火の様子はまた改めて明日報告したいと思います。今回ここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。